はい、どうも、うずです。今回は、アクションカム。今、テレビ局とかね、個人利用でもすごく使われている小型な高性能カメラ。こちらでおすすめできるものがあるので、YouTube 動画でご紹介したいと思います。で、私自身、すごくアクションカムって利用するので、たくさん持ってるんですけど、気づいたらすごいたくさん増えてたんですけれども、今回私自身が所有している小型カメラの中で、まあ、新しいカメラ、こちらですね。アカソのブレイブ8というカメラ。これまだ新しいカメラなんですけども、これが使ってみたら非常に好印象だったので、こちらの紹介を今回はメインでさせていただきたいと思います。ちなみに脇にあるのが以前紹介したブレイブ7ですね。はい。7とこちら新型の8。両方ともあるんですけども、今回8がすごく良かったので、はい。じゃあ紹介いってみましょうか。で、まずこちら新しいブレイブ8なんですけれども、性能的には、有名なこの GoPro Hero 9と匹敵する性能あるというふうに言われております。まあそのあたりに関してはこの後一緒に並べて使った動画などを見ていただいて、視聴していただいている方に素直にちょっと受け取っていただきたいと思うんですけども、どういうね違いがあるかっていうのを。まあまずはこの8の方、Brave 8の方の外観から、操作の方は電源ボタンが上部の左側にしっかりついてて、ここを長押しすることによって電源が入ります。はい、アカソっていうロゴが出て電源が入るんですけれども、録画は右側ですね。この赤いところを押すことによってすぐ録画ができる状態になります。そしてサイドにある M のボタンを押すことによって、よいしょ、はい、撮影モードを切り替えていくことができます。で、この M ボタンを長押しすることによって、画面の方を前面の方にね、表示することができますので。はい、これに関しては自撮りを撮られる方に非常に有効な使い方になります。またちょっと背面モニターに戻しますね。長押しするだけで戻ってきますので、簡単に操作できます。はい、で、カメラの左サイドに蓋がありまして、これを開けると、まあ、ロックもね、ロックもついてるんですけど、開けると、USB のタイプ C 端子、充電にも使えるものですね。と、マイクロ SD カードを入れる穴があります。で、カメラの下の部分ですね。これもロック式になってるんですけど、バッテリーの方が入ってます。で、バッテリーは 1550mAh ということで、まあ、以前のモデルに比べると、容量が増えてる形になりますね。前のモデルは 1350mAh なので、バッテリー容量も前回の Brave 7より増えた形になります。で、充電は USB Type-C ケーブルで充電してもいいんですけれども、別でこういった専用充電器も用意されてるので、これだったら2つ同時にバッテリー充電できますから、こちらを利用してもいいかもしれませんね。で、このブレイブ8に関しては世界初と言われていることがいくつかありまして、一つはアクションカメラとしては初めての4800万画素で写真が撮れるというところ。そして 8K のタイムラプスビデオが撮影できる。さらに16倍スローモーション動画が撮れるということで、このあたりが世界初ということでちょっと資料には書かれておりますね。まあ確かに GoPro って最新のヒーロー10でも2000万画素クラスでしたよね、静止画が。まあなので、まあ実際に能力が高いんだなっていうのは伺えます。そして、この後外でね、撮ってきた映像を表示しますが、スーパースムース補正機能といって、手ブレを強力に補正してくれる機能も入ってますので、ちょっとこの部分は映像で直に見ていただきたいと思います。で、あと基本機能としては水深10メートルの防水性能、そしてデュアルスクリーン、先ほどお見せしたものですね、がありますので、基本的な性能は非常に高いモデルだと思います。まあこういったカメラはね、実際その撮ってきた映像がどんなものかっていうのが気になる方がほとんどだと思いますので、じゃあ早速ちょっと外で撮った映像を表示してみましょう。はい、検証なんですけれども、ちょっと外の風が強すぎて、どちらのマイクでも声がしっかり拾えなかったので、このままいきます。見たままなんですが、これは手ブレ補正なしでフルハイビジョンの映像を歩き撮りしてる映像です。GoPro の方がね、ちょっとフラットカラーにしてしまってたので、色が淡く見えるんですが、まあ、これはほぼ変わらない感じですかね。手ブレ補正ありですね、両方とも。で、一番強力な手ブレ補正じゃなくて、通常の手ブレ補正で、これは歩き撮りをしております。まあ、ちょっとブレイブ8の方が少し揺れが見える感じですかね。はい。で、こちらが手ブレ補正なしで、走っていくシーンですね。走ってみると、ちょっと違い出やすいかなって感じなんですけど、手ブレ補正なしであれば、両方とも同じぐらいのブレ感だと思います。どっちも揺れるね。で、この次が手ブレ補正ありです。こちらも強力なタイプではなくて、通常手ブレ補正で走った映像になります。まあ、ここでも GoPro Hero 9がかなり優秀なのが伺えますね。ブレイブ8はね、手ブレ補正効いてるんですけど、まあ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 。はい。で、こちらが手ブレ補正なしでの歩き撮り。もう一度やるパターンですね。4K60p。
はい、こちらに関してもまあまあ歩き取りの場合はそれほど差は出てこないかなという感じですね。で、この後が手ブレ補正ありになるんですが、ここではちょっと差がね出てくると思います。まあ、この後ちょっとこの手ブレ補正の差を埋める処理というのがありますので、そこの部分をこの後ご紹介しますね。まあ、この映像はそのままカメラ内での手ブレ補正の違いという形になります。はい、横取りでこんな感じですね。片手持ち、まあ揺れます。はい、ということでどうでしょうか、ブレイブ8のあの外で撮影してきた映像なんですけれども、まあ、今見た映像だとあれ GoPro Hero 9と比べて手ブレ補正の機器いまいちじゃないっていう見え方しましたよね。そうなんですよ、ブレイブ8の通常の手ブレ補正で撮影してると、まあ今表示した映像というのがまあそのままなんですけれども、これにこれスマホのアプリなんですけれども、アプリの方でダウンロードを選択します。そうするとこちらに普通とスーパースムーズっていう項目が選択できるので、このスーパースムーズを選択するとまあクロップは入るんですけれども、キュッとね画像がちょっとサイズ感は変わるんですが、あの強力な手ブレ補正が入った映像を保存することができます。はい、スマホアプリで処理された映像をご覧ください。はい、じゃあ次は手ブレ補正効かした状態で歩き撮りしてみたいと思います。あとはこのブレイブ8の魅力で言っていた 8K のタイムラプス、これはねやっぱりすごい、純粋にすごいと思う。ちょっとこの映像なんですけれども、まあ、8K で撮ったコマをフルハイビジョンに映し出すとこんな感じで、でそれを実際の 8K のサイズ感に戻すともうこれだけ拡大されちゃうわけですよ。なので本来こういったアクションカムってやけに広い空間をタイムラプスで撮り続けるのがまあ一般的な使い方なんですけれども、この 8K タイムラプスだったらピンポイントでね、なんか寄ったような撮影ができるので、 8K タイムラプスはなかなか面白いなって、このカメラだからこそ使ってみたいなって思える機能ではありました。ねえ、 8K タイムラプスってないもんね、聞かないよね。あとは画質の方が 720p に限定されてしまうんですけれども、16倍スローモーション、こちらもちょっとイメージ映像を撮影してみましたので、こんな感じで撮れますというのをご覧ください。はい、いかがでしょうか。グラスに牛乳を入れてチョコレートを落っことしてみたんですけど、見事に雫が超スロー再生できましたね。な、超いいよね、かっこいいよね。で、ちゃんとこの後牛乳は飲み干してチョコレートも食べたんですけど、チョコはちなみにいつの前にもらったあのバレンタインの時のチョコです。あ、そうそうそう、あのレンズのこともちょっと話させてください。今回のブレイブ8はレンズ構成が全部で9枚使ってます。4枚の非球面レンズに5枚の球面レンズを使用しているということなので、あのかなり小型なカメラなんですけれども、レンズにもこだわりを持って作られている形になります。そして実際使ってみて面白かったのがこれですね。以前の7はここのレンズがこうくる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 回して、このねレンズカバー外すのが結構大変だったんですよ。ただ今回の8はすごい簡単になってて、ちょっとひねるだけで外れるように、すごいクイックなレンズカバー交換ができるようになってます。これもねいい進化ポイントだと思いました。はい、ちょっと今時間計ってるんですけれども、こちらですね、2つのアクションカムをバッテリーの持ち具合をね確認したいので、それぞれ 4K60p の撮影モードで、まあちょっと置きっぱなしなんですけどね、こちらに床に置いて撮影を続けてます。30分ぐらい記録してどれぐらいのバッテリー消費になるのかっていうのをちょっと確認したいので、はい、ちょっと確認してみます。はい、では30分経過したので、それぞれのバッテリー残量を確認してみたいと思います。GoPro の方が 46% ですね、残量が。で、こちらのブレイブ8の方が、ブレイブ8ね、バッテリー残量がね、さって%消えるんですよ。一回ちょっと電源落としますね。はい、バッテリーの方が 50% ですね。まあまあ、あんまり変わんないか。はい、ということは GoPro 9と比べて、ほぼ同じような感覚で使えるっていうことですね。今試したのは 4K60p での撮影。まあ固定してね、床に置いた状態での撮影し続けた形で、30分でだいたい 50% の消費ということで、GoPro Hero 9と同等レベルのバッテリーの持ちがあるっていう形になりました。はい、いかがだったでしょうか、ブレイブ8。あの、確実に前回の7からは大幅なパワーアップをしているように感じられました。まあ、ただここで、あえて GoPro Hero 9と一緒に使ってみて感じた、いいところと悪いところ、簡単にまとめちゃいます。まず、いいポイントとしては GoPro Hero 9より安い。まあ、これは当然、いいポイントですね。そして、4800万画素の写真が撮れるところ。
8K のタイムラプス、これ気に入ったものですけど、8K のタイムラプスが撮れる、16倍のスローモーションが 720p と撮れるというところが、ブレイブ8の私が GoPro Hero 9よりよく使えるなと感じたところです。逆にちょっと気になったところ、本体のみで強力な手ブレ補正が効かない、これはカメラの中に入っている映像や各種処理をするチップの問題だと思うんですけれども、スマホに頼らないといけないところ、スーパースムーズに関しては。あとこれもバッテリーとかいろいろな兼ね合いがあって難しいとは思うんですけれども、画面の表示が背面前面両方できるのはいいんですが、いちいち切り替えなきゃいけない、これは本来デメリットにはならないかもしれないんですけど、 GoPro Hero って9や10の最新のものだと、背面モニターからこちら前面モニターっていうのが常にね表示しておくこともできますので、何かこう外で撮影してて、あ、こっち側を撮りたい、あ、こっち側を撮っててこっちを撮りたいっていう時に何もボタンを押さずにできちゃうんですよね。ところがブレイブ8の場合はもう仕方ないかな、仕方ないと思うんですけど、背面モニター使ってます、あ、フロントモニター使いますって時にやっぱりここ長押しして画面を切り替えなきゃいけないので、落ち着いて使えば全然問題ないんですけど、外なんかに出てて気軽にねクイックイっていう操作をしたい場合にはちょっと一手間入っちゃうんですよね。そこが GoPro Hero 9、10を使ってる人からすると、いやー常時表示してほしいな、でも常時表示したらバッテリーもっと持たなくなるんだろうなっていうね、ちょっと悩みがあります。まあでもそれぐらいですかね、正直にね感じた気になるところ。あの GoPro のねアクセサリーは共通で使えるマウントになってますし、うん、同じように使えますからね。はい、そんなブレイブ8、Amazon での販売予定が3月下旬から、そして価格の方が 31,980円というふうに書かれているんですけれども、決して格安アクションカムではないですよね、価格的に。なんですが、今回一緒に比べた GoPro Hero 9と価格で考えてみるとかなりお得感があります。だって GoPro Hero 9ってヨドバシとかそういう普通にね、普通に買うと6万円以上するんですよ、価格2倍ですよ、2倍で。 GoPro のオンラインショップとかでサブスク、まあ、月々お金を支払うね、保証みたいなものがあるんですが、それを契約して5万円をちょっと下回るっていう金額で買えるカメラなので、そこで考えるとこの価格差で見たら、今回使ったような利用の仕方、あとはねアクセサリーなんかもすごいいっぱいついてますから、もう予備マウントもたくさんついてるし、バッテリーの予備も1本入ってるし、こういったリモコンもついてるんですよ。こういうリモコン操作をねするためのスマホでも操作できるんですけど、専用リモコンもついてて、それだけのフルセットで 31,980円ですから、価格は全然 GoPro Hero に比べればお買い得。まあ、そもそも GoPro って高いから買えないっていう人が多いからね。まあ、じゃあ GoPro ディスるための動画じゃないからね。あの GoPro 好きで使ってますから私も。まあ、なんですけど GoPro まではいらないっていう方には、このアカソのブレイブ8はすごく使えるアクションガムだと思いますので、それで今回おすすめしたかったんです。はい、といったような正直な感想を言わせていただいた動画ですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。普段からカメラの話を中心に、いろいろなガジェット紹介しております。あの趣味興味のある方はぜひ高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。ではまた別の動画でバイバイ。まあ YouTube 動画やりながらもう6、7年アクションカムって私使ってるんですけど、まあ、当時のね、まあ、GoPro Hero の古いモデルですねから比べると、まあ、やっぱ今のアクションカムってだいぶ進化しましたよね。それはすごく感じられます。で、意外とね、こんなちっちゃいカメラ何に使うんだって言われる方も多いんですけど、使っていると、まあね、いろいろ、まあ子供たちと出かける時とか、まあちょっと何かね、やろうって時に映像を気軽に撮れるので、まあ、やっぱりあると便利ですよ。手元にあるとね。はい、全体的にアクションカムをおすすめします。終わり。